はい、こんにちは、レドスノーです。今回なんですけども、遺留分の放棄と相続放棄の違いについて表にさせていただきましたので、この部分を解説していきたいと思います。まず遺留分の放棄っていうのは、遺留分権者がもう私は遺留分請求しません、遺留分侵害額請求権行使しませんっていうことを主張することですね。もう遺留分いりませんよっていうことです。一方で相続放棄っていうのは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もどちらも引き継ぎません、相続しません、これを主張すること、これが相続放棄ですね。で、この遺留分放棄できるのか相続放棄できるのかっていうのは、相続開始前と相続開始後によって異なってくるんですね。なので 1,2,3,4 つのパターンを頭に入れておきましょう。まず遺留分放棄からいきます。遺留分の放棄については、相続の開始前であっても行うことができます。そのやり方なんですけども、これは家庭裁判所の許可をもらって遺留分を放棄することが可能です。で、一方で相続開始後については、裁判所の許可は不要です。意思表示をするだけでいいんですね。つまり、私はもう遺留分いりませんよっていうふうに意思表示をすれば、それで遺留分は放棄したことになります。で、続いて相続放棄についていきます。相続放棄については、相続開始前はできないんですね。例えば、私の親がいたとします。親が生きている間に、親が死亡することによって得られる相続権、これを放棄しますっていうのはできませんよっていう話なんですね。で、相続開始後であれば相続放棄は可能です。で、手続きの方法は、家庭裁判所に申述することによって行います。まあ、申述するっていうのは、まあ、申し出をするっていうイメージですね。家庭裁判所に対して相続放棄しますっていうふうに伝えると、まあ、いうことです。で、これについては期間制限があるんですね。期間制限っていうのは、いついつまでに相続放棄してくださいねっていうルールがあります。これは相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄してくださいね。言い換えると、これを過ぎてしまうと原則相続放棄できませんよっていう内容です。この4つしっかり頭に入れておきましょう。で、あとこの緑の部分もポイントになってきます。相続放棄をしたからといって相続権がなくなるわけじゃないんですよ。つまり相続放棄をしたとしても、法定相続分もらうことは可能なんですね。で、一方で相続放棄をした場合、相続放棄をすると、その後遺留分侵害額請求、これを行使することできないんですよ。つまり遺留分を放棄しても相続権はありますよ。でも相続放棄をしてしまうと、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいますよっていう話です。これも合わせて頭に入れておきましょう。なので、ポイントについては6個ですね。 1,2,3,4,5,6、まあ、これらは全てですね、頭に入れてください。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。